はい、どうもー。はい、いやー、さんさんとした青でございますね。はい、ということで今からですね、今あやさんから LINE 来てまして、今からあやさん家向かうんですけど、2時間半ぐらいですね。到着14時ぐらい。まあ、ちょっと寄らず、ちょっとあやさんち行ったら速攻シャワー浴びさせてもらおうかな。いや、でもどうしようかな。着るもんないんですよね、着るもんが。着るもんがないんだよな。いや、結構遠いですね。こっからは2時間半か。まあでも2時間半で那覇まで行けるっていうのもまた、まあ、そんなにね、宗谷岬、函館から宗谷岬8時間9時間ですからね。まあ、それに比べるとまあ余裕のよっちゃんですけど。いや、それにしても暑いな。やっぱね、機材がね、直日光だからこれ大丈夫かな。超暑いっすね、多分。なんか、まあ、ちょっと一眼レフは少し、なんだ、これどっち行けばいいんだろう。どっちから来た？こっちだよな、多分おそらく。あ、おそらく、あ、ここだ。ここです、ここ。こっちだ。こっちだ。OK。グッジョブ。グッジョブです。いやー、それにしてもすごいね、これね、天気が。やっぱ、ケツメイシの、あれを聞きたいですね。夏の思い出聞きたいですね。夏の思い出ってか、もうでもね、もうね、完全夏ですよ。完全夏ですけど、まあ一動画撮るためにここまで来るっていうね。どうすか。一動画撮るためにここまで来るっていう。いや、でもね、テレビ番組の人とかもそうじゃないですか。一動画、本当に一瞬撮るためにね、そこまで行くわけじゃないですか。やっぱね、これがやっぱ仕事ですからね、僕は。別にどこでも撮れるんですけど、ね、別に家の中でもいいんですけどね。せっかくなんで、せっかく来たら行くしかないでしょって。やっぱ映像だって単純にですよ、多分一生ここに来ない人もいると思いますよ。多分映像を見てる人の中で、多分生涯70年80年生きてても一度もここに来ない人っているはずなんですよ。絶対いますよね。やっぱそういう方に映像を届けられるじゃないですか。そう、だから行かないんだったら俺が行くよみたいな。俺が行って映像を撮ってくるぜみたいな。だ、本当ね、でも会社勤めとかしてたらここまで来るの結構大変ですよ。だからぶっちゃけ何もないんで。そう、まあ確かに綺麗ですよ。
綺麗ですけど、まあ綺麗だな終了じゃないですか。僕の場合映像を撮るんであれですけど、熱っ、お、真っ暗だ、真っ暗、真っ暗っすね。あのオートフォーカスを、オートフォーカスをロックしてるから真っ暗ですよ。なるほどね。フォーカスを解除したらどうなんだ。あ、フォーカス解除したらなりました。あ、オートフォーカスをしてると、フォーカスをロックしてると映んないですね、トンネル。いやいやいや、おお、来たー来たー、青、このなんかトンネルからの、トンネルから出てのこのギャップがやばいですね、この青の。果てしない、大空と広い大地のその中で、僕音痴なんですよ、音痴ですよ。だから僕カラオケ嫌いなんですよね、音痴だから。なんかあの、なんだ、いやお前歌ってみろよみたいなね、いや俺音痴なんだよみたいなあるじゃないですか、そのくだり。いや大丈夫大丈夫大丈夫みたいな、大丈夫大丈夫みたいなあるじゃないですか。とりあえずそういう場じゃないから、とりあえず歌えみたいなね。いや音痴なんすみたいな、いやとりあえずいいみたいな、音痴なんだよっていう、めちゃめちゃ埋設しててね、いやだいぶ音痴だよって言っててね、 でそれで歌うじゃないですか、もうしらけるんですよね。いや本当にこいつ音痴なみたいな、いやマジで音痴やんみたいなもうあれが嫌でしょうがないですね、あれが本当に音痴なんだねみたいな、あの空気感が僕嫌で歌わないですけど、もう堅くなに歌わないっていう。いや自転車の人いるわ、自転車の人、自転車すげえな、めっちゃ頑張ってる。痛い、ちょっと皮膚が痛いですね、熱持ってる。痛いな、皮膚が痛いってやばくないですか。ちょ、皮膚が痛い、皮膚が痛いってやばいな、皮膚が痛いってやばいじゃん。
ちょっとこれ、締めたいですね。痛いっす。皮膚がめちゃくちゃ痛くなってきた。痛い。痛い、だから痛いんですよ。しびれてきた、なんか。相当紫外線やばいですね、これね。顔も真っ黒になるんだろうな。これね、危険ですよ、オープンカー。オープンカー危険だな。10分か。いや、ちょっとこれはね、締めようかな。一回ちょっとインターバル置いていいですか。ちょっと僕もね、朝からまたフルマックスやってるんで。だってライブしたでしょ。ライブして、朝起きてライブして、あそこ行って動画撮って、また動画撮ってんじゃないですか。だいぶやってるな俺。ちょっともうちょっとしたら、コンビニ見えたら、コンビニまで行きますよ。コンビニまで行く。コンビニまで行ったら、ちょっと閉めますね。いや、ちょっとマジで痛いな。ただなんか、やけどした感じですね。なんか、やけどした感じ。やけどですよ、やけど、もはや。痛いもん。ヒリヒリする。やけどですよ、やばくないですか。こっちはなんかここちょうど日陰ある部分あるんで、左手がちょっと相当ダメージが、ここ直で、ここら辺直なんで、ちょっと左手がやばいですね。ちょっと痛いな。ちょっと痛いしか言わないですよ。いや、マジでね、やってほしいですよね。ほんとやってほしい。これね、オープンカーでちょっと沖縄のこの時期、この紫外線浴びてほしいんですけど。でね、ちょっとぼやきながらやってほしいんですけど、超きついですよ。超きつい。だって雲な、日がずっと照ってるんで、やばいなこれ、超痛い。だからもうこれしてないと本当やばいですよ。マジでこれしてないと多分本当やばいですね。直撃直毛紫外線みたいな。痛かったっすもん昨日。で、あとね、車に乗りながら汗かきまくってるっていうね。もうこの T シャツ超臭いですよ。このおっさん臭が出てますよ。もうね、 T シャツも買いたいし、パンツも買いたいし、おっさん臭出てるな、おっさん T シャツに。
なんか飛行機飛んでんのかな。あ、前の車な、前の軽トラの音だ。あ、もうこれ R34 でここ走りたいですね。 R34 で走りたいですね、ここ。それにしても暑いっすね。でもね、これね、車内が小さいんでエアコンかけるとすぐ冷えますね。車内超ちっちゃいじゃないですか、2シートで。だからエアコンはすごい一瞬で効きますね。いやちょっと痛いな、やけどしました。マジでやけどだ。17分、まだ着かねえか。ファミリーマートまでまだ着かない。まだ着かないんですか。ちょっとお腹も空きましたね。今日あのヨーグルト朝一食って、あれだけなんで。いやちょっと遠いっすね、まだちょっと全然なんか街並み的なコンビニ的なのが見えないですよ。もう山、ひたすら山ですね。ひたすら山ですよ。これかな、なんか Z の音なのかな、ヒューみたいな。いやマジで暑いっすね。いや、僕の気持ちを分かる人はいない。僕の気持ちを分かってくれる人はいないでしょう。
いやファミリーマートまだか。あれ結構じゃあ走ったんだ、来るときこんなに走ったんだ。あ、ちょっと見えてきました、民家らしきものが。なんかこれヒューヒューなりますね、ヒューみたいな。おお、ハブかと思った。もうファミリーマート着くだろう、そろそろ。なんかね、なんとかビーチ前なんですよね。なんかビーチがあるんですよね。なんかビーチがあるらしいですけど、あー、ここの滝も行ってみたいな。ひち大滝、滝ちょっとヤバそうじゃないですか。滝、滝行きたいな。滝行っちゃうともうちょっとあやさんのところ時間ないな。でも2時について何する？ダイビング、そっから。あ、でも僕ね、今日19時から仕事入ってるんですよね。コンサル3件入ってるんで、あと一人一人の動画撮らないといけないし、一人一人の動画撮らないといけないしな。顔が今度痛くなってきた。顔がちょっと赤くないですか、僕の顔。もうなんかもう焼かれてる。もう自然日焼けサロンですね。自然日サロン。いや、このね、紫外線はね、マジでねやばいっすね。直ですね、完全。あ、来た。ファミリーマートありました。30分か。ファミマだから約30分ぐらいですかね。25。道の駅もありますけど、ちょっとここで少し一服して休憩したいと思います。熱っ。ちょっと閉めます。熱っ。ドドン。Peace.